皆さんどうもこんにちは、おたべやへようこそ。管理人のシェアでーす。ということでですね、皆様つい15分前に投稿させていただきました、ごめんなさい動画は見ていただけましたでしょうか。ちょっとまだの方はですね、ぜひ短いですのでそちらから見ていただければなと思うんですけれども、今回新企画である10月分のくじ引き投票メイク動画、こちらにですね配送の都合上で不備がございまして、20日までに間に合わなかったので、今から代わりといってはなんですがチェーンソーマンマキマさんのコスプレメイクをしていきたいと思います。 YouTube 上では初の女性キャラでもありますので、ぜひ最後まで楽しんでいってもらえたらなと思います。それではレッツスタート。はい、ということでですね、女性キャラめちゃくちゃ久しぶりで、最後にやったのがディズニーハロウィンでのエルサが最後かな。何年も2年3年前ぐらいなので、ちょっとできるか不安なんですけれども、女の子に挑戦してみたいと思います。ここ数年ね、全然私花粉症とかなってなかったのに、今年の秋すごい花粉症っぽいですよね。鼻水が止まらない、鼻がすごいね、出るし詰まるしで、めっちゃ鼻声かもしれないんですけれども、聞き取りづらかったらすいません。家にあるものでね、即興でマキマさんやるので、衣装も全然メンズの家にあったカッターシャツだし、カラコンとかも全然それ用に買ってないんですけど、ちょっと色の解釈とかが少しずつ違ったら申し訳ないです。ということで、じゃあ早速カラコン紹介から。こちらシャイニーエッジワンデーアプリコットという商品です。これは刀剣乱舞時代に後藤藤四郎くんとかで使ってたんですけど、実物はこんな色ですね。つるっとしたオレンジ色で、結構発色も良かったと思います。歌プリの日向大和くんにも使いました。はい、実際つけるとこんな感じです。実物とそんなに発色が変わらないと思います。ちょっと黄色と迷ったんですけど、真っ黄色っていうよりはどっちかというとオレンジっぽかったので、これにですね加工で、マキマさんの目ってちょっと特殊で、黒目の中に二重の輪っかがあるので、それを後でつけるっていう感じですね。じゃあまずはね、普通にベースメイクをしていきたいと思います。まずはこちら、インテグレートエアフィールメーカーラベンダーカラー、こちらをお顔全体に塗っていきます。続いてこちら、メイベリンフィットミーリキッドファンデーション R103 番、こちらも重ねていきます。はい、ではこちらユアグラムコンシーラーパレット YL1 番、このイエローのカラーでクマとかニキビを消していきます。はい、次はこちら、リリミューシアマットシェーディング01番グレージュトーン。まずはこちらのカラーでお顔全体をシェーディングしていきます。いや、女の子とかめっちゃ久しぶりだし、最近のメイクになってからは本当に自分の普段メイクぐらいしか女をやらないので、てかそもそも今私そこまで女の子した毎日メイクじゃないので、ほんと難しいんですけど、まあ、いつも通りですね。とりあえず横側と、あと頬骨と、この三角ゾーンですね、ここにがっつり入れていきます。はい、そしたらこっちの一番濃いカラーで外側を中心に重ね塗りします。はい、こんな感じで、濃い方はですね、まず輪郭に入れた後に残りの粉で顎の横と頬骨の部分を重ね塗りしております。で、最後に顎先にも軽く入れてですね、女の子なのでもうちょっとキュッとなるようにしてます。では同じ順番でノーズシャドウをしていきます。
はい、ノーズシャドウも終わりました。やっぱ女子キャラなので鼻筋は細めにストンとまっすぐになるように入れております。で、チェンソーマンの絵柄のせいもあるんですけれども、あんまりマキマさんはめちゃくちゃ鼻が高いわけでもないのかなと思いますので、頑張ってめちゃくちゃ鼻を高くする必要はないのかなと思います。で、いつも通り鼻の下は T に入れて、口と鼻の幅をキュッと狭めているのと、あと唇の下はですね、端正でおしとやかな感じにしたかったので、縦幅は極力狭めで、で横幅もこれだけで、筆をいつもだったらこう向きに入れてるんですけど、今回は縦に下唇に食い込ませるイメージで入れました。そしたらこちら、キャンメイクマシュマロフィニッシュパウダー ML 版、こちらでシェーディングの上からお顔全体を叩いていきます。はい、叩けました。これでシェーディングとかがね、ぼかされてあんまり濃すぎない感じになったと思います。そしたらテーピングですね。ニトムズ有機版肌に優しいテープ、こちらでまずは顎を引っ張って小顔にしたいと思います。はい、そしたら今ここに乗っているほっぺをですね、軽く上に持ち上げます。で、次に目尻を軽く下に下げます。はい、テープはこれだけでいきたいと思います。次はシャドウですね。これは本当に迷うんですけど、でもチェーンソーマンのキャラが大体ですね、あんまりカラーの入ったシャドウをしてるイメージがないので、個人的に。なので普通の薄付きのブラウンでやっていきたいと思います。こちらクリオブローアイパレット02番ブラウンチョークという商品です。まずはこのカラーでですね、二重幅を中心に入れて外側にぼかしていきます。こんな感じですね。で、下まぶたにも入れていくんですけれども、できるだけ目の縁に沿って細めに入れます。はい、この辺はできるだけラインギリギリで入れていて、目尻はこのくらいオーバーして、でも付け根を中心に入れてます。そしたら反対側も入れていきます。はい、そしたらここで一旦ラインに入っていきます。まずはこちら、キャンメイク3ウェイスリムシェードライナー01番、こちらでラインの下書きをしていきます。マキマさんの目の特徴はですね、目頭側は目に沿ってこういう風にこういう感じで始まるんですけど、目尻が一旦落ちてからふっと上に上がる感じで、目尻が若干釣り目になっていますので、そんな風に入れていきたいと思います。はい、こんな感じですかね。一応テープで垂れ目にしているので、それに沿ってこの辺までは入れていくんですけど、目尻をキュッと最後上げるっていう感じですね。で、下まぶたラインはマキマさんの場合できるだけ目立ったラインを描きたくないので、薄くですね、まず目頭側に薄く入れるのと、あと目尻側は少しだけオーバーしてちょっとぼかします。で、ここはですね、いつもみたいにカクカクってするんじゃなくて、丸みをイメージして緩やかに上がるっていう感じですね。上がる先は上まぶたの一番この下がってる谷の部分、ここにつながるイメージでキュッと上げます。こんな感じですね。はい、そしたらこのまま二重ラインと涙袋ラインも描いていきます。はい、こんな感じです。二重ラインは目頭側からしっかりと入れて、で、目尻側は跳ね上げたラインの先に合流するイメージで伸ばしてます。で、涙袋ラインはできるだけさっき描いた下まぶたラインに沿って幅を狭く入れます。で、しっかりと爪でぼかしてください。涙袋ラインのコツなんですけど、この目を
覆ってる上まぶたラインと下まぶたラインよりもこっちのラインの色が薄くないとすごく違和感が出てしまいますので、できるだけ薄くぼかすっていうことを気をつけると自然な涙袋になってくれるかなと思います。じゃあこっちの目も同じようにラインを引いていきます。はい、こんな感じで描けました。そしたら次は切開ラインを描いていきます。こちらキャンメイククリーミータッチライナー04番、こちらは赤茶色っぽいカラーになっているんですけれども、別にですねこれより薄い05番とかでも大丈夫です。なんとなくマキマさん赤毛だしと思って今回は赤茶色にしてみました。この辺ですね、下まぶたラインの延長線上にピッと外側に出して、でそれを上まぶたのラインとなじませるっていうイメージです。わかりますかね、こんな感じ。めちゃくちゃ些細なあれなんですけど、これを入れることによって意外とね目の見え方が違ったりするので、こんな感じです。やってみてください。こうするとですね、蒙古ひだが横に向いてるような印象になるので、アーモンドアイで綺麗な目元が作れます。ただこれがですね結構目立つ感じでズギャンって入れる方結構いるんですけど、それだとねやりすぎ感が出てしまうのと、あと目の距離が著しく近くなってしまうので、もともと目が離れ目じゃない人はですねそこまで目立つように入れなくても大丈夫です。で同じクリーミータッチライナーの02番、焦げ茶色のカラーでラインの目尻側をちょっとなぞります。そうするとラインがすごくはっきりとするのでお目目が大きく見えます。これはゴリゴリ入れなくて大丈夫です。優しく薄く入れてあげてください。はい、こんな感じで特に下ラインはですね本当に薄く気をつけて入れてください。そしたらシャドウに戻りまして、このカラーをですね薄付きに目尻側に重ねて入れます。で二重幅もこちらでぼかしていきます。はい、これでアイメイク完了です。はい、そしたら次は眉毛ですね。眉毛は赤っぽいカラーでちょっと細めなので、まずはこちら AC3C アイブロウパレット01番、ダークブラウン、こちらの一番濃いカラーを使って薄付きに描いていくんですけれども、マキマさんの眉毛はちょっと目と離して描いてあげるといいと思います。はい、こんな感じで若干アーチ状と言いますか、なんか眉毛にあんまり感情が乗ってない感じのイメージですね。ちょっとこういう感じの眉毛です。で女の子キャラなので眉頭はすごい細めにしてます。眉山は眉頭よりも太めになっていいと思うんですけれども、まあゴシゴシ描いた時に気づいたらちょっと太くなってた程度でのイメージですかね。はい、こんな感じです。はい、こんな感じです。でウィッグであんまりわかんないと思うんですけど、もしあれでしたらお好みでこういうような赤いシャドウをですね眉尻側から重ねてあげると、ちょっと赤ブラウン系の眉毛の色になって赤抜けますのでやってみてください。その場合眉マスカラで自分の眉毛の色をですねちょっと脱色すると、脱色というか薄めのブラウンとかに塗っておくと馴染みがいいと思います。次はまつげなんですけれども、上まつげは私は自分のまつげを上げてマスカラで上まつげをやっていこうかなと思うんですけど、地まつげがもともと短い方とかほぼほぼない人はですねつけまつげを使ってもらったら大丈夫なんですけど、あんまりケバケバしてないナチュラルな感じのまつげを使ってあげるといいと思います。マキマさんってあんまり素材が綺麗っていうイメージで化粧気はそんなにない印象なので、私の中ではなのであんまりまつげが
上がりまくってるのも良くないのかなと。あんまりまつげがバサバサになってるっていうのもなんかあれかなって思いますので、ナチュラルめなつけまつげを使ってください。私は上げた感じこんな感じなんですけど、多分これより下がってくるのでこんな感じでいいかなと思います。で、一回上げたらあんまり下がらないタイプの方はですね、できるだけこうっていうよりかはこういうイメージで、こうなってるまつげを平行に起こすぐらいの感覚でやってあげるといいと思います。で、マキマさん、下まつげはちょっと大事かなと思いまして、こちらドーリーウィンク21番下まつげ用のつけまつげです。こんなやつ、マスワカ翼さんの商品ですね。マキマさんの下まつげのポイントはですね、つけまつげのこのラインが黒くないやつ、透明のやつを使うといいと思います。ほんと自然にですね、まつげがちょんちょんちょんって生えてるように見えた方がいいので、これをですね、自分の自まつげの下からくぐらせて、さっき描いたラインに貼ります。こういう感じですね。これで結構離れてても目のラインがここに見えてくれるので、お目目が大きく見える効果もありますし、で、下ラインをですね、あらかじめ薄めに引いていたので、そこまでけばくもなく見えてくれるかなと思います。はい、こんな感じで貼れました。今こういうアーチになるように貼ってるんですけど、目頭側がこう下がってしまうとですね、元々のラインのこの角度よりも下がり気味になってしまうと、すごいつけまつげなのがバレてしまってちょっと汚く見えてしまいますので、目頭側特に注意してください。ちょっとこっちがうまくいったんですけど、ちゃんとねラインに沿って貼れるようにしてください。はい、そしたらあとはリップですね。マキマさんはあんまりお口が大きくないイメージなので、まずはこちらザセムチップコンシーラー 1.25 ライトベージュ、こちらのコンシーラーで唇を消していきます。はい、消せましたら、マキマさんはウィッグもですね、赤色なので、今回はピンク系リップにしていきたいと思います。まずはこちら、ダズリンリップカラー A01 番。こちらを元々の唇よりかは、狭めに内側中心で塗っていきます。はい、続いてこちら、チアミーカラーリップスティックオレンジコーラル。こちらをさらに内側中心に重ねていきます。はい、これで薄付きのピンク色のリップができました。いや、すいません、最後と言いつつまだあったハイライト AC ハイライトパウダー01番ホワイト、こちらをまずは鼻に細く縦に入れます。で、眉頭の上とこのひし形のゾーンと、あとハの字に入れて自分のクマを飛ばすのと、二重ラインと切開ラインの間にスタンプをして目頭を綺麗に見せるのと、あと上唇の上ですね。で、顎はシャドウのすぐ下から入れて下にぼかします。で、あとほっぺはちょっと丸めに入れて内側にぼかします。はい、ということでマキマさんのメイクができました。はい、ということでマキマの完成でーす。男の人が女装したみたいに見えるのは私だけ？前髪もうちょっとすけばよかった。どうですか、初の女性キャラは。なんかあんまり普段のメイクと変わらない感じなので、ちょっとねお墨がやっぱり残っちゃってるような気もしなくもないんですけれども、こんな感じでしてみました。もうね、そもそもねシャツもズボンもメンズなんですよ。レディースサイズのシャツを持ってないっていう、社会人としてちょっと疑うんですけど、自分で自分をなのでちょっと即興の衣装にはなりましたけれども、今月の10月の代打キャラはですね、チェーンソーマンのマキマでさせていただきました。
ジョジョの方もですね、ちゃんと11月1日か5日に投稿しますので、楽しみに待っていてください。すみませんでした。もうね、東京リベンジャーズがあと4話で終わってしまうっていうことで、もう悲しみのど真ん中なんですけれどもね。でもなんやかんやでスピンオフとかいろいろアニメもありますし、来年夏ぐらい、まあ来年いっぱいぐらいまでは通り部まだまだね盛り上がっていきそうなんですけれども、私はねチェーンソーマンも多分ねハマってしまう気がするので、ちょこちょこキャラクターを出せたらいいなと思っております。もうちょっとこうすると女っぽくなるぜっていう何かアドバイスがあればぜひ教えてください。女装に関しては本当に私はど素人です。はい、ということでここまで見てくださってありがとうございました。また次回の動画も楽しみにしてくださると嬉しいです。シアでした。バイバーイ。